2018年3月の30日15時6分です。解放のピンポンで今日は起きました。解放が今家にいます。なんちゃん帰った。チュロスいらっしゃい。あそこに量販ハンコがなければレシート等があるはず。いいはず、いるはず。なるほど。ワゾさんレシート持ってる？あ、わかんない。袋の中になかったらいいよ。うん、袋の中にはなかった。うん、はい、ワダツ。体調大丈夫なのって何？なんか俺体調崩してたっけ最近。何？体調どうなのって。何の話？モカちゃんいらっしゃい。さやちゃんワダツ。体調悪いって言ってたっけ俺。筋肉痛でいてててて言ってた。あー、まあ昨日ぐらいは、昨日の放送ででも言ってなかったはずなんだけどね。ダメだ、頭が回ってない寝起きで。体調悪そうに見えた。寝起きです。だから体調不良じゃないよ。なんで体調不良っていうの、うん、体調不良じゃないって今説明し終わったのに。おー、バカありがとう。菩薩さんこんにちは。バカありがとう。おはよう。いや、抜いてもらってないけど。ミネストローヌさんいらっしゃい。ハマリンさんこんにちは。あゆみこんにちは、いらっしゃい。真っ暗でごめんね。うん、うん、俺のドスターさん、バカありがとう。あ、なるほど、伝えとく。ロジクールね、保証書ね、うん、もしあれだったらその買った店に電話して、うん、あの再発行してもらえるかもしれないって、うん、
どれくらい寝た？昨日何時に寝たかな。今日全然寝れてない。15時間ぐらいかな今。今15時間。睡眠不足です。いや外れてたみかんさん。外れだった。また多分アイラとかじゃないの。あ、頑張ってくださいってありがとうね。はい、長さんはどつ。おはよう。なんで勝手に熱ある設定なんだよ。もうめんどくせえな。はじめましてとかやってよ。ねえっつってんなら眠いんだよ、こっちは。体調悪いとか熱があるとかよ。寝てるだけなんだよ。寝配信したら悪いのかよ。なんなんだよ。さっきからよ。熱があるんですかとか体調悪いんですか。寝てるだけだっつってんだよ。寝て配信回したらいけねえのかよ、バカ。ペンペンはどつ。なんだよ、もう。寝かせろよ。うん。海の上に大きな台がある。うん。とにかく眠いの俺は。眠いの今日は。寝かせて。これジーンズかなんか捨てちゃうの？え？何？なんか青いの入ってる。ああもうゴミを捨てて、生ゴミと一緒になってるから捨てて。わかった。うん、捨てる捨てる、そんなもん。どうしようかな。目が覚めてきちゃったよ。
そうそう、のりこが寝てるスペースね。だからこっち側に釈迦がいるの、ペコと釈迦が。ペコペコ、おいで。だからね、ペコと遊べるから、こうやってガーってやると、ペコ釈迦おいで。ペコペコ釈迦おいで。あら仲良し。釈迦、あれ釈迦が俺の名前返事しなくなった。釈迦、あれなんで釈迦、はあ、釈迦がペコと住んでから俺の名前、マジか。ちょっと寂しいな。釈迦が俺のこと嫌いになっちゃったのかも。これがペコね。こっちがペコ、色ついてんの。ペコペコ、釈迦が俺の名前を反応しない。痛い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 なぁ、おい。くそ、こいつ嫌いなんだよ、ほんとに。こいつ嫌いなんだ、俺、ほんとに。すぐ噛みついてくんだよ。いや、バカ。あいつ大嫌い、ペコ。いや、マジで嫌いだから、俺、ペコ。すぐ噛んでくる。俺の掃除師、いろんな人募集してるよ。俺の髪の毛切ってくれる人、俺の体を洗ってくれる人、あとなんだ、俺の料理を作ってくれる人、あとまあそう、なんだろう、いろんな人募集してます。もし興味のある人は連絡ください。ゴミは外に出しちゃっていい？いいよ。何なんだろうね、釈迦は気が強いんだよね。初見さん、お掃除頑張ってください。ありがとう。あ、エミさん、OK。 そしたら、ツイッターからよろしく。あ、ブラックバタフライさん、風船100個ありがとう。嬉しい。じゃあ応援させてね。フレーフレーバタフライさん、頑張れ頑張れバタフライさん、ありがとう風船100個。
あ、これこれ、あの温泉旅館行ったらこれもらった、シュッてなんか伸びるやつあるじゃん、懐かしくないこれ。紙のおもちゃ、夏でしょ。あと色をつけるキューピーちゃんだけど、俺とのりこはコミュ障だから、なんかみんなが色塗ってキャッキャやってるところがどうしても入り込めなくて帰ってきた。だから色が塗ってないキューピーちゃん、これに最後美術館出ると色をつける。面白いなって、さった卵さん。あのありがとうございます、ブラックバタフライさん、ありがとうね。これをあれする、色を塗る。グレーのシャツは洗濯でいいのかな。グレーのシャツ、グレーのシャツ、ああ、うん、洗濯のとこでいい、うん、カゴ買った、買った、うん、オッケー、うん。腹減ったな、よかったら LINE 友達になりたいです。OK。あの、Twitter のね、開放で調べてさ、DM 送って。よろしく、エミー。マックチキン食べたい。バーガーありがとう。バーガー20個ありがとう。のんちゃん帰ったよ。のんちゃん帰った。新しい洗濯カゴはどこに？あれ？プラスチックの、そう。腹減った。のんちゃんはなんか謎のメッセージを残して去っていったよ。え、なんて言ってたの？うん、誠に不愉快だって叫んでいた。あ、マジで？うん。なんかさっき、何しに来たのって言われて、うん、いや、お掃除で約束してたよって言ったんだけどさ、うん、
誠に不愉快だって言って去っていった。海宝の料理食ったことないの分かんない。1時間できちゃった。料理は比較的得意だよ。いやいい、そういうのいらない、うん、料理得意っていう女を信用してないから。料理得意だっていう女を信用してないから、うん、味を見なければわからない、ね、そう。いや別に面白くないよ。毎月毎月来てるもん、解放。俺の部屋掃除しに。別にただ掃除して帰るだけだよ。別に面白い展開も何もないよ。普通に掃除して帰るだけだよ、解放。そろそろソファーに座って本ちゃんの放送やろうかな。やだ、俺は食い物は相当信頼してないとやだ。もうのりこの手料理食うまで3年かかってるからね。絶対やだ。俺はなかなか食わないよ、人の作ったもん。リスナーさんが持ってきたものとかもぶっちゃけ捨ててるから、うん、旅配信とかでありがとうございます、夜食べますっつって、うん、ポンって部屋入った瞬間にカラン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 っつってゴミ箱に捨ててるよ、うん、信頼してる人以外の人は食べない。何か入れられそうで嫌だっつうか、嫌じゃん、人が作ったもの食べたくないじゃん。俺からしたらリスナーは知らない人だから、わかる？嫌だろ、知らない人が作るの怖いだろ。食べてくださいって言われたら怖くないの？街中で知らない人にさ、知らないおばさんにさ、私料理得意なんです、食べてくださいってタッパー渡されたら怖くねえのかよ俺がされてんのそれだからな。俺がお前らにされてんのそれだから捨てるだろ。マックはだってビジネスでやってんだ、やつら金もらってんだから悪さしないでしょ。知らないその辺に歩いてる料理得意のおばちゃんにタッパー渡されて食うのかよ。うん、確かに捨てるでしょ、うん、いやいいじゃん別に弟子って。解放の料理よりも別にマクドナルドの方が絶対美味しいでしょ。え、ひどい。いやうまいでしょ。まあマックはうまいけどね。そう、いやうまいから売れてるんだよ。解放が料理本当に得意だったらこの辺の店より軒並み倒すぐらいの店を作ってるはずでしょ。ひどいとかじゃなくて。いやー、いや食い物差し入れ基本的に断ってるね。だったらステッカー買ってって感じ。まあ飲み物ぐらいだったらいいけど、別になんか俺ホームレスでもないし貧乏でもないから、なんかそういうのはなんか若い子にやってあげてっていう感じだね。なんか逆に嬉しくないっていうか、コンビニ弁当持ってこられてもそこまで金に困ってねえわっていう。何しよっかな。まあギリギリ飲み物だな。ギリギリ飲み物以外はもうなんか嫌がらせと受け取るね俺は。いやそうじゃなくてただただ嫌なんだよ、うん、ただただ嫌なんだよ。
でもこれこの気持ち結構分かってもらえると思うんだけど、なかなか共感得られないんだよな。なんでなんだろう。普通の感覚だと思うんだけどな。ではスタンドがないと立てらんねえな。ブスとか美人とか関係ないからね。美形の人でも嫌だもん。あ、エミ風船10個ありがとね。風船、青いお空に黄色い風船ポーン。ありがとう。フレーフレーエーミ、頑張れ頑張れエーミー、ありがとう。今ね、お掃除で動き回ってる。今ね、ゴミと缶とね、瓶をね、集めてね、捨ててね、大きい袋、2袋になった。よいしょ。いや別に配信していいじゃん、弟子なんだから配信していいでしょ、うん、髪切り行きたいね。金曜日だから多分、あ、金曜日か。髪切り行こうかな。うん、確かに髪切るか。かなり短くすんの？うん。スポーツ狩りぐらい？ああ、な、そうそう、スポーツ狩りだ。もう子供の頃ずっとスポーツ狩りだったもん俺。あ、本当に。うん。あ、見てみたいな、スポーツ狩り。いや、俺結構ちょいちょい短くしてるよ。見てみたいなって、だって去年短かったじゃん。あ、そっか。でもあれスポーツ狩りっていうの？なんかスポーツ狩りっていうのかなり短い。いや、あれはシンメトリーか。うん。髪が半分色違うからおしゃれなスポーツ狩りになるね。うん、ちょっとコメント拾うけど、 RJ 美人で料理もまともに作れない女より愛嬌あるブサイクで料理得意な方がいいわ。両方とも嫌だ俺、うん、両方とも嫌だ、うん、だからあの君はあの愛嬌あるブサイクで料理得意な女と付き合って、うん、俺両方嫌だから。うん、美人で料理が得意だよね。で当たり前でしょそんなの。そうね。うん、プラス愛嬌ある。あ、にゃにゃ、当たり前だよ。お掃除頑張ってね、ありがとう。風船10個ありがとう。青い空に黄色い風船。わーわー。多分 RJ の嫁があれなんだろうな。あのブッサイクなんだろうな。料理はうまいけど。のりこに勝ったのっていうかね、私が来たらね帰ってった。のりこ、のりもんたん。寝起きは俺とにかく機嫌悪いから、あの酒飲んでも人格変わんないけど、とにかく寝起きの俺は機嫌が悪いから気をつけてね。コメント花火師だろうが囲いだろうが噛みつくから。のんたんも勝ったかな、どうなんだろう、よくわかんない。勝ち負けとかじゃないな。お、23名さんいらっしゃい。ゆっくりしてて、ね、こんにちは。とにかく俺はね、あの寝起き2時間ぐらい機嫌悪い。15時間しか寝てない。今日、あ、15時間だよ。睡眠不足で死ぬわこんな。15時間十分じゃん。でも俺15時間以上寝るもん普段。だって夜中の12時に寝て15時間ぐらいでしょ多分。違う。トイレとか起きないの？起きない一切。
もうトイレ行ったりタバコ行ったりとか。いや絶対起きない。帰らせたわけじゃない、本人が帰ったんだよ。いた方が面白いよって言ったんだけど、もう私は面白くないとか言って帰ったよ。そう、おや、俺平均全然15時間とか全然平気で寝るよ。うん、のりこ2号ってどれってどういうこと。勝負だぞって、パルちゃんそうしようかな、あんなマッサージからかな。マッサージはね評判悪かったの。うん、いや、はっきり言って人生で一番下手だったわ。人生で一番下手だった言われた。いや本当にひどかった、解放のマッサージは。うん、解放うつせえ。いや解放枠やってるから見に行けばいいじゃん。向こう行けよ。うん、向こう行ってやるよ。なあ、解放見たかった。うん、来て来て。ね。今いるから。解放枠やってるよ、ふわっとして。何人いんの今。今ね、22人。うん、22人だって。トップページからいけるよ。この空気清浄機さ、うん、ここに置けない？どこ？ここ。そこか。うん、いや、今いろいろ考えてて。そうするとさ、ほら、ペコちゃんとシャカちゃんが近いじゃん。うん、だから一番空気が良くなる。そうそう、ペコとシャカのために買ってくれたから。うん、そうなんだよね。ソファーをちょっとずらして、うん、いやソファーずらせない、ずらせない、うん、そっか、そしたらベッドをずらして、うん、ベッドもずらせない。もうテトリス並みにガッチガチにはまってるから間取りが変えらんないんだよこの部屋。それで困ってたんだよ。あ、うん、隙間どんくらいあるの。いや基本的にベッドと棚とか動かせないと思っといて。ベッドと棚が動かせなくって、何も動かせないよ家電はこの部屋。もうそしたら、うん、道狭くなるけどここに置くしかないんじゃないかな。ええ、ここ、あーそこね、うん、でもそこも服とかあるから空気きれい。どうなんだろう、ちょっと考えよう。空気清浄機はあと、うんうん、もう物をね増やしたらこの部屋アウトは。物捨てないと。物が多すぎる。もうリスナーからバンバン物がねいただいてるからね。富裕層になった俺は。富裕層。歯磨くか。じゃあ目覚まそうか。タムタムさんおはよう。目覚ますか。どうする、目覚ます、寝る、それともどうする。目覚ます系、目覚ましたいの、覚ましたくないの、みんなはどっちなの。聞いてるでしょ。目覚ますのか覚まさないのか戻ってほしい、優しい和道さんに。わかった。じゃあ俺のプライベートショット今日は特別に見せてやろう。まずは起きたらトイレに入ります。でここ洗面台に、洗面台に来て歯を磨くんですけど、カメラどこ置こうかな。この辺でいいかな。ここで OK。 特別だよ今日は、オフショット特別だよ。解放は俺の弟子。まず顔を洗うと、薬価注意、OK。
で歯を磨きます。ワドギャルズたちが今興奮してるよ。洗顔は水で、いや、お湯ですね、僕は。洗顔は水じゃないですね、お湯です。ワドギャルズさんが喜んでる。ワドギャルズがちょっと、あれだろう、俺と共同生活っぽい感じ出てるだろう。バーチャル彼氏、バーチャル彼氏いいだろう。いい感じ。ハートありがとう。本当は風呂入る、ここで。本当は寝起きで風呂。朝一番風呂。おはよう、ワドツ。おはよう。ライトのボールのところにボタンがついてる。下の方、電球の下の棒のところにボタンがある。で、今のは、サンスターオーラ2プレミアムで歯を磨いて、今度は、アセス L、 これうなちゃんマンが使ってるやつね、アセス L で磨きます。佐野智則御用達歯茎用の歯磨きで、のりちゃん帰ったよ今。俺二度磨くね。歯磨き二回磨きますでしょ。風呂はね、1日3、4回入る。3回ぐらいかな。
いたいこの辺で付きます。大体この辺で付きます。脇側ほんと、ただ俺風呂めちゃめちゃ入るし、デオドラントとかめちゃめちゃ使うから多分気になんないはずだけどね、放置したらすげえ臭いよ。体質的に脇が体質なの。じゃあひげ剃ります。ひげ剃ります。舌も磨きます、もちろんです。あ、口臭の原因歯だけじゃなくて舌だから、舌もよく磨いて、ひげ剃るの見たい。はいはい、おえってなるよ。よっしゃ。クイックルワイパーが参考したよ。クイックルワイパー持ってきた。持ってきたよ。おお、さすがトリンレディ。はい、大体ね、これくらい、もう顔洗って歯磨いた頃には、あの、普段のワードになってますんで、声の張りが良くなりますね。今度、ヒゲの長さ整えます。バリカンでヒゲの長さを、今日はサービスだね、オフショットだね、普段見せない。ヒゲと眉毛の長さを整える。イケメン、イケメン、大体上のヒゲと唇の上のヒゲと眉毛の濃さを整えてるかな、これで。今度はあごひげの方は長めに、
眉毛はだから短くしてるだけでベースの形変えてないから。バリカンで短くしてるだけだから形は変わらない。こんにちは。もみあげもね、長さ整えます。今日はプライベートショットが見たいということで、朝起きてからの僕です。配信始める前の流れを、一連の流れを、そう。はい、こうするとヒゲの長さが整うんですよ。わかる？まあ、ヒゲ用のバリカンなのね。ヒゲ用のバリカン。ドンキホーテ1800円で売ってますよ。これは買いでしたね。小さいバリカン、ヒゲ用の。これ良かったですね。オッケー。じゃあ今度はヒゲ剃ります。ほっぺたとか顎とかのヒゲね、整えます。ヒゲは毎日剃りますよ。で、水で濡らしてこのギャツビーのシェービングクリームね、ギャツビーのシェービングでいきましょう。ギャツビー、ヒゲの長さを整えたら、だから長さ変わんないでしょ、これ。だからヒゲ生えてて汚いとか言うけど、すげえあのここら辺とか全部綺麗にしてるんだよね。シェービングクリーム塗って、シェービングクリーム塗るでしょ、こうやって。まあ、女の人とかわかんないよね。女の人もヒゲ生えるって言うけどね、どうなんだろうね。ヒゲの歯変えようかな。まあいいや、今日。あ、ヒゲの歯変えるわ。ちょっと待ってね。はい、もうそこにさ、そばのとこにヒゲの、ジレッと。この辺さ、その辺か右の方でさ、この会話があるはずなんだ。四角い箱。いや、この辺、そばそばさ。この辺に、あの、ヒゲがあるはずなんだ。ヒゲの。なんかね、あの、くっつけるやつ。プラッチ。だいたい1ヶ月に1回ぐらい俺は変えるかな。
で、ヒゲ剃り高いんだけどね、ジレットが一番いいね。俺ぐらい剛毛になると、ジレットじゃないともうダメ。ジレットが一番いい。値段は一番高いんだけど、シックとか全然レベルになんないぐらいね、あのジレットがいいっすよ。ジレットが一番いい。で、ここで輪郭に沿ってヒゲ整えますね。あ、振動しますよ。振動します。おしゃれっていうかもう、あの、ひげは生えててもいいけど、不潔な感じにしたくなかったから。で、ね、女の人がね、ひげ嫌いっていうのは、不潔だからとか、不潔そうに見えるからとかだから、別にひげ生えててもね、不潔そうに見えない方法ってあるんだよ。あ、そうすると整うんですよ。わかる。綺麗でしょ。朝の毎日のお手入れだね、うん、そうだね、ヒゲは耐えられるね。上剃ってもいいし、あごひげだけにしたりね、ヒゲは男のおしゃれだよ。さっきは寝起きだからヒゲボウボウだったの。眉毛ほとんどいじんないんだけど、ここで眉毛もある程度整えますね。よっさん結構ヒゲ似合うよね。よっさん顔的にヒゲ似合うなと思う。まあこんな感じかな。めんどくさいよ。めんどくさいけど客商売とか営業とかやってたら身だしなみは大事だから、印象で契約取れなくなるからね。
そうそう、営業マンとか社長業とか、まあ接客系のは大事だよ。まあこんな感じですかね。はい。そうするといつもの香りになるでしょ。いつも通りでしょ。大体もうここまでやったら俺は目が覚めてるかな。すると普段の俺でしょ、ね、普段通りでしょ。いつものワドちゃんでしょ。はい、おはようみんな。よいしょ。あ、声が入ってる。あ、痛っ。足やべ、まだね、足ひねったまんまでね、かがみ込んで今右っつった。あの格闘技の、あー、そっかそっか、右足だけね、辰彦の蹴り、あれで、で、和道さん、分かった。空気清浄機、ここのまま見て。んこの状態でやろう。いや、それね、多分蓋が開くんだよ。蓋が開くのはね、そう、上の上蓋が。だからね、ぶつかっちゃって、無理だと思う。いや、開かないよ。うち同じのあるけど。嘘、上蓋開かないのそれ。上蓋っていうか、水を入れ替えるときに横から。え、なにそれ、除湿機能もついてんの？除湿っていうか、その、あの、何水分、水って何？うちのとは、あ、ランクが違うから、うちのは水分、水もあれするんだけど。何、開放のやつの方がいいランクなの？うちでかいやつだよ、これの一回り。何、お前師匠よりもいいランクの使ってんの？いや、だって一応実家だから。聞き捨てならねえな。これはこのままで大丈夫だから、ここで設置して平気。あ、そう、ちょっと待って、スマホ配信めんどくせえな、これ。スマホどうやって置いてんだこれ、みんな。スマホ配信超めんどい。あ、部屋が綺麗になると精神的にもいいからねって。うん、あ、ひろりワドの、それでもあれでしょ、自分で片した場合でしょ。ん、それ自分で片した場合でしょ。自分でだって、開放が綺麗にしてくれたってことは、開放の心が綺麗になるだけでしょ。あ、ふわっちは乳首版ないよ、男は。ツイキャスだけ。男は乳首版ない。意外と知らない人多いんだけど、ふわっちはミラー配信とお風呂配信は男でも版なの。だから誰かをミラーしたりとか、あの、お風呂配信。もう湯船に浸かってるだけでダメ。うん。男は乳首大丈夫だよ。知らなかったんだ。ツイキャスの人はね、結構騒ぐんだよ。バンダバンダって。フワちゃんはもう公式に別に男上半身裸の人いるぐらいだから。全然いて、あー、やべえな、右足首やべえ。そうそう、ローカルルールが違うので、なんでふあのツイキャスはダメかっていうと、若い子が多くて男女平等を歌ってるサイトなのね。女の子がダメだから男もダメっていう、そういう感じなの。まだは全然掃除しないんだなって。そうだね、しない。自分で掃除して、この前断捨離するぞって言ってやったの？やったよ。あ、でも俺綺麗な時綺麗だよ。綺麗な時と汚い時が、忙しくなるともう片付けてる暇なんかないのよ。あ、お釜は微妙、お釜は微妙。要は男性でも女性っぽくやっちゃうとダメなんだって。何がお釜の人の男の乳首。あ、要は女装っていうかさ、女の人に見せかけて。あ、ひどんなさんとか。そうそう、ひどんなだったらまあ別に男だってわかるじゃん、化粧しようが、うん、でも男だか女だかわかんない人っているじゃん、うん、そう、そういう人はダメ。あ、ホルモンちょっと打ってるみたいな。ホルモン打ってるっつうか、要はなんつうの、見た目が女性っぽいとダメなの。そうだ、オカマが多いんだよね。そう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 、ツイキャスはもともとオカマが多かったからダメになったんだ。そうだ、ありがとう、ありがとう。そうだそうだ、
ツイキャスはおかま多いから。あ、なんかふわっちで乳首出す分には問題ないの。ふわっちはオッケーかな。そうそう、運営の方針によって全然違う。だ、結構面白いよ。これダメなんだっていう。例えばニコ生だったらミラーでバンになることなんかないの。あのミラー配信って言ってさ、あの誰かの放送を見ながらそれを解説枠とかするんだけど、便所さんとかだからやりづらいと思うよ、アメリカ人とか。 YouTube は OK のふわっちは。だけど配信中のふわっちの人とかツイキャスの人とかミラーしたらダメなの、ふわっちは。なぜか、それは分かんないな、なんでなのか。テレビはどこのサイトもダメで、 FC2 だけは無法地帯で、あのアメリカの会社だから OK なの。ただニコ生も面白い仕組みがあって、これ意外と知られてないんだけど、海外のドラマとかはバンにしないの。面白いでしょ。ニコ生だけは海外の映画とか海外のあのやつ、要は FC2 の逆をやってんの。知らなかったでしょ。だからね、意外とね、その海外 OK だったりする。あとなぜかね、サッカーとかスポーツは暗黙の了解でスルーしてるとか、なんかねサイトによってやっぱ違うんだよね、運営の方針が。サッカーとかスポーツはやってんだよ、なぜか。洗濯物は大丈夫です。ああ、なんかあそこに置いといてもらう、うん、あ、ごめん、パンツかボンと掘り上げといて上に。オッケー。似てるようで全然違うよ、細かいルールが。で、はっきり言ってね、ふわっちが一番寛容かもしれない、バンに関しては。もう最近はバンが厳しすぎるの。ただふわっちはそのバンの甘さの喧嘩とかがあのダメ。ニコの誹謗中傷は一発でアウトだけど、なんでこんなディス配信多いかっていうと、要はミュウツーとかがのさぼってるかっていう。ミュウツーなんかあんな他のサイトでできないよ、あんな放送。あれはのさぼらせてるから。だから何回も俺運営さんに言ったの、あれ規約変えてくださいって。完全な誹謗中傷だから。あと孫子とかね、孫子とか、あのなんでふわっちでやってるかっつうと、誹謗中傷しかできないから。孫子とミュウツー、人のネタじゃないできないでしょ。自分のネタ持ってないから彼らは。なんか面白いよ、サイトによって色が違くて、うん、競馬はどこでもできんじゃないかな、うん。あね、違うんだよ、ラジオも OK なの。だから競馬の場合ラジオで聞いてるでしょ、キャプってないでしょ映像。ラジオはなぜかどこでも OK なの。なんでなんだろうね、テレビがダメ、ラジオってそれただの権力構造じゃんね。テレビは著作権うるさいからそういう理由でしょ。ラジオだったら誰も突っ込んでこねえだろうっていうことでしょ。そういうのもどうかと思うよ。ラジオにだってね、肖像権と著作権あるだろうっていう。まあスポンサーが小さいからいいんだろうね。ここ綺麗でしょ。ここ、ああ、違うよ、のんちゃんの家大豪邸だよ、うん。のんちゃんの家全然ビビるよ多分。なんか通報中みたいなブラフでさ、のりこの家見たけどボロボロだったぞとか言って、全然だよ、うん。そのにわかにわか、のりこの家知ってるとかいうやつにわか、うん。ここは俺の家、だってのんちゃんの犬小屋が俺の部屋よりでかいからね。のんちゃんと犬と猫のスペースの方が俺の部屋よりでかいもん、余裕で。
頃がちょうど終わった。うん。新しいのあった？コロコロ。あ、てかコロコロも持ってきてる。あ、そうなんだ。のんちゃん金持ちだよ。うん。実家はね、のりこ自体は金持ってないけど、お嬢様だよ、お嬢様。パパポで暮らしてるから、パパポで。さて寝るか、さて寝るか。非常に不愉快だって言い残して帰ってったんだ。え、違う、なんかわかんない、知らない、不愉快だっつって、うん、言いたいこと言えばいいのにね、うん、その方が面白いじゃんね、うん、こんな世界にいるのか、のんちゃんが、うん、いや金持ちなんか腐るほどいるよ。リスナーさんでびっくりするぐらいの金持ちなんかいっぱいいるよ。だって日本なんか年収1000万以上、10人に1人年収1000万なんだから。鶴見の法則って言って、あの末端労働者とか貧乏な人って周りに貧乏な人しかいないじゃん。労働階級の人はさ、あのあれでしょ、あの労働階級とつるむから見えなくなるだけなんだよ。金持ちは金持ちだよ。じゃあもともとのんちゃんはあのペットショップでペット売ってるの反対派で、あの屠殺される寸前の犬とか虐待されたワンちゃん猫ちゃんを引き取ってるの。だから鬱になったんじゃなくて、もともとすごい末期のうつ病状態のワンちゃんとか猫ちゃんを買い取ってんの。虐待されて捨てられた猫とかを買い取ってるから、買い取ってるとか引き取ってんの、そういう保護センターみたいなところから。そう、だからもともとうつ病とか持ってるのんちゃん飼ってる犬。そう、鶴見の法則って言って検索してごらん。あの同種の人間とつるむからフィルターができちゃうの。それネットワーク理論とか、あの勉強すると面白いよ。その例えば幸福な人と幸福な人と友達になると、幸福度があの友達状態だと 20% 伝染するのね。で友達の友達の友達の友達まで幸福度は連鎖するの、不思議なことに。で不幸な人っていうのは不幸な人と連鎖するの、不幸な人と依存し合う関係になるから。だから人脈って大事で、あの幸せそうな人とか好きな人と一緒にいるっていうのは自分の人生豊かになる。だから嫌いなもん見ない方がいいよって放送でよく言ってるじゃん。あれは俺の都合で言ってるんじゃなくて本人のためにアドバイスしてんの。好きな人とか幸せな気持ちになる人と一緒にいると自分の幸せ度が上がるの。そう、類友をうまくコントロールすると人生が変わるの。居心地のいい人と一緒にいた方がいい、幸せをくれる人ね。逆に相手に幸せ与えられるから。いや、切るべきだよ、切るべき。いや、人を選ぶのが一番うまくいくよ、人生で。俺もだいぶ人脈整理したけど、今だいぶ楽しいもん。すげえ楽だよ、気のいい仲間しかいないから。変な人いないもん、身近にいる人で。みんないいやつばっかりだよ。じゃあ僕は自分の席に座って
配信やろうかな。通常放送に切り替えてもいいですか。携帯無理だわ。携帯配信やっぱり好きになれない。画質悪いし音質悪いし。通常放送でもいい？みんな通常放送、席に座ってパソコンから放送やってもいいですか。じゃあ皆さんお疲れ様です。解放が生放送やってるんで、もしよかったらつなぎで解放を見てあげてください。ひらがなで解放です。それじゃあ皆さん、次役でトリオツです。かなり綺麗にしたんだけど、見てもらえる？うん。